2022年4月12日に韓国のメディアが総じて、アメリカ海軍のニミッツ級原子力航空母艦エイブラハム・リンカーンを中心とする空母打撃群が、今週中にも日本海に展開し、韓国海軍と合同軍事演習を実施する予定であることを伝えているほか、日本の TBS テレビニュースと韓国の一部メディアでは、12日にはすでにエイブラハム・リンカーンが日本海に入り、公海上を航行していると報じているみたい。アメリカの原子力空母が日本海に展開するのは2017年11月以来約5年ぶりのことだったか。当時やはり北朝鮮が大陸間弾道弾ミサイル ICBM の発射実験を繰り返したばかりか。核実験までも行ったことで朝鮮半島の緊張が最高に高まったため、当時のドナルド・トランプ政権が、空母ロナルド・レーガン、セオドア・ルーズベルト、ニミッツの3隻のニミッツ級原子力空母を日本海に展開させて以来のことだよな。北朝鮮はほんと自分たちの道を行っている感じだよね。ひたすら実験を繰り返しているし。そうだね。さて今回は、そんな北朝鮮の行動も含めて、アメリカ海軍の原子力空母が約5年ぶりに日本海に展開したことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。北朝鮮は2022年が明けてからというもの相次いで各種弾道ミサイルの発射実験を繰り返し、ロシアによるウクライナに侵略にアメリカや、ヨーロッパ、日本などが対応に追われている中で、その間隙をつくかのような動きを見せていて、3月25日にはアメリカがこれまでレッドラインとしてきた、アメリカ本土まで届くとされる ICBM ファソン17を発射するに至っているんだ。そしてさらに最近になって、4年前の2018年5月に米朝首脳会談を前に坑道などを爆破して、閉鎖したとしている北東部プンゲリの核実験場について、アメリカの研究グループの衛星写真解析によって坑道の掘削作業が行われている可能性があると指摘されていて、再び使用するために復旧作業を行っているのではないかという噂が飛び交っているよ。これら北朝鮮の挑発とも思われる活発な軍事活動を受け、さらに2022年が生誕110周年となる故キム・イルソン主席の誕生日太陽節が4月15日であり、また朝鮮人民革命軍創設90周年を4月25日に迎えることから、弾道ミサイル発射だけでなく7回目の核実験をも行う可能性があるとして、北朝鮮の弾道ミサイル発射実験や核実験の再開に対して、アメリカが断固反対するとの強い意志をアピールするため、今回のエイブラハム・リンカーンの日本海派遣に踏み切ったと見られているよ。空母エイブラハム・リンカーン CVN-72 は現在アメリカ海軍が重責運用しているニミッツ級航空母艦の5番艦で、艦名の由来は、第16代アメリカ合衆国大統領エイブラハム・リンカーンにちなんだもので、この世界最大の原子力空母の艦隊サイズは、満載排水量104,263トン全長333メートル、最大幅 76.8 メートル、喫水 11.3 メートルで、ウェスティングハウス A4 ダブル加圧水型原子炉2機によって26万馬力210メガワットの出力を発揮、4機の蒸気タービンで30ノット56km/h以上の速度で航行するものとなっているんだ。乗組員の総数は、総艦要員として士官と兵員合わせて3200名を要し、航空要員として2480名とそれ自体が小さな町と言われるほどなんだよね。確かにそれだけの人数がいれば小さな町と言われても納得だね。五艦近接防衛用の兵装には、艦対空ミサイルリム7シーストロー単サムとリム116ラムがそれぞれ2機ずつのほか、近接防御火器システムシウスファランクス3機が搭載されているよ。艦載機は最大で90機の搭載が可能とされ平時でも70機前後を常時搭載しているんだ。現在は第9空母航空団 CVW9 として、第14戦闘攻撃機構隊 VFA14 トップハッターズ FA18F ブロック2、第41戦闘攻撃機構隊 VFA41 ブラックエーセス FA18E ブロック2、第151戦闘攻撃機構隊 VFA151 ビジランティス FA18E ブロック2の F18 スーパーホーネットの3個機構隊と、最新鋭の第5世代ステルス戦闘機 F35C ライトニング2で編成されている。第314海兵戦闘攻撃機構隊 VMFA314 ブラックナイツが搭載されているみたい。F35C は F35 の派生型の一つ、艦載型 CV の艦上戦闘機で、低速時での揚力の増加と安定性の強化のために主翼垂直尾翼水平尾翼が、それぞれ通常離着陸型の A 型より大型化されているほか、空母へ格納するために主翼が折りたためる機構が追加され、発着艦時の衝撃に耐えられるように機体構造や降着装置の強化と、前足の車輪がダブルタイヤとなった上にカタパルト発進バーが追加装着され、胴体後部下面に A 型よりも強度を増した収納式のアレスティングフックが装備されているよ。
また、第9空母航空団には4個の戦闘攻撃飛行隊の他に、第133電子攻撃飛行隊 VA933 ウィザーズ EA18G、第117艦上空中早期警戒飛行隊 VAW117 オールバンガーズ E2D、第14ヘリコプター海上戦闘飛行隊 HSC14 チャージャーズ MH60S、第71ヘリコプター海洋打撃飛行隊 HSM71 ラプターズ MH60R、第40艦隊兵艦支援飛行隊第3分遣隊 VRC40 デッド、サンローハイズ C2A 輸送機、などが配備されているんだって。北朝鮮の人民空軍が保有している最新の戦闘機はロシア製の第4世代戦闘機のMiG-29 で、40機程度を保有しているとされているほかは、さらに旧式のMiG-23、MiG-19、MiG-17、MiG-15 などであり、朝鮮戦争時の戦闘機でさえ現役として運用しているとされているぜ。さらには経済制裁のために慢性的な燃料不足のため訓練飛行がままならず、パイロットの練度が低いとされている上に稼働率が低く、MiG-29 でさえどれほど飛行可能であるかは不明と言われているほどで、アメリカの第9空母航空団だけで北朝鮮上空の航空優勢を確保可能とされており、北朝鮮には相当の圧力になると見られているな。空母エイブラハム・リンカーンを機関とする第3空母打撃群 CSG3 は、2022年1月3日に母港のカリフォルニア州にあるサンディエゴ基地を出港し、タイコンデロガ級ミサイル巡洋艦モービルベイ CG53 と、第21駆逐隊 DESRON21 のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦フィッツジェラルド DDG62、グリッドレイ DDG101、サンプソン DDG102、スプルーアンス DDG111 の水上艦6隻その他攻撃型原潜1ないし2隻で構成されているよ。この第3空母打撃群の日本海展開について、韓国メディアは北朝鮮を牽制する米韓合同演習のためと見ているようだけど、アメリカ海軍第7艦隊に日本の NHK が4月12日に取材したところによると海上自衛隊と共同訓練を行っているとしており、海上自衛隊の村雨型護衛艦稲妻 DD-105 が随伴して航行しているのが確認されているんだ。このことから、第3空母打撃群と韓国軍との合同演習はないとの見方が出ており、先日の大統領選挙で野党のユン・ソンによる候補が当選したための混乱などもあり、毎年この時期に実施している米韓合同演習は延期もしくは中止となる可能性が指摘されているね。あるいは、ムンジェイン政権が中国ロシア寄りの姿勢を見せていたことにアメリカが苛立っているとの見方もあり、海上自衛隊との共同訓練を選択したことで、ロシアへの経済制裁に消極的な韓国に釘を刺していると指摘する声もあるよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、タイについてだよ。これまたピンポイントだな。そうだね。みんなはタイのバンコク正式名称を知っているかな？そんなの簡単じゃないか。バンコクだろ？おいおい、雑学に出すくらいだから、そんな安直な考えなわけないだろ。バンコクなんとかかんとかだろ。お前も全然わかってねえじゃねえか。おいつもと逆パターンだね。まあ正解を言うとね。クルンテイクプラマハーナコーンアモーンラッタナコーシンマヒンタラーユッタヤーマハーディロックポップノットラット。ラーチャタニーブリーロムードムラーチャニウェイトマハーサターンアモーンピマーナワターンサキット。作家タッテヤウィサムカムプラシットと言うんだって。なんだその長さは。全然わかんねえし、バンコクついてねえじゃん。確かにね。みんなも、頑張って覚えて、みんなに言ってみよう。それじゃ今日の動画は終わりだよ。また見てね。クルンテイクプラマハーナコーンアモーンラッタナコーシンマヒンタラーユッタヤーマハーディロックポップノットラット。ラーチャタニーブリーロムードムラーチャニウェイトマハーサターンアモーンピマーナワターンサキット。作家タッテヤウィサムカムプラシットだよ。クルンテイクプラマハーナコーンアモーンラッタナコーシンマヒンタラーユッタヤーマハーディロックポップノットラット。ラーチャタニーブリーロムードムラーチャニウェイトマハーサターンアモーンピマーナワターンサキット。作家タッテヤウィサムカムプラシットだね。言えたよ。なら俺も。クルンテイクプラマハーナコーンアモーンラッタナコーシンマヒンタラーユッタヤーマハーディロックポップノットラット。ラーチャタニーブリーロムードムラーチャニウェイトマハーサターンアモーンピマーナワターンサキット。作家タッテヤウィサムカムプラシットだぜ。楽勝だな。